皆さんこんにちは。日本航空と JR 西日本が白浜空港発着のパッケージツアーでの共同企画というものを発表いたしました。この取り組みにおきましては、紀伊半島地域、特に紀南地方と呼ばれる紀伊半島の南側ですね、この地域の振興と活性化が目的とされていますが、そこにはですね、和歌山県であるとか JR 西日本であるとか、それぞれの置かれている状況というのがいろいろ反映されているように見えてきます。今回は日本航空と JR 西日本が白浜空港発着のパッケージツアーで協業する目的について考察をしていきたいと思います。それではまずこの今回のですね、 JR 西日本と、日本航空ですね、このツアーを作るという協業です。これの概要からちょっと見ていきたいと思います。簡単に言ってしまえば、航空券と鉄道乗車券をセットにしたダイナミックパッケージ商品企画です。ダイナミックパッケージというのは、いわゆる普通のパッケージ商品と、捉えてもいいとは思うんですが、航空券とホテルと、最低限のアトラクションであるとかミールクーポンであるとか、いわゆるもうパーツをセットにしたもので、そこにですね、現地係による案内とかそうしたものはほとんどなくて、もう自分で行って楽しんで帰ってくる、それに必要な旅行パーツだけが組み合わされている、こうしたものをダイナミックパッケージ、他にはダイナミックパッケージと一般的に言うと、飛行機が自分で選べて、でホテルも選べて、でそこであるアトラクションも選べてということで、自分である程度組み合わせるようなもの、こうしたものを一般的にダイナミックパッケージと呼ぶことが多いようです。で今回のこの商品ですけれども、2024年の9月18日ですからもうすぐですね、そこから始まりまして2025年の2月27日までという、この秋から来年の冬の途中ですね、春になるちょっと前までの、この期間販売ということになりまして、年末年始の一部期間というのはこの商品の期間から外れているといったところもあるようです。でツアーに含まれるのは、こちらの通りで、羽田空港と白浜空港の往復の航空券、これはいろいろなものが選べるようになってますが、後でお話ししますけれど、羽田空港と白浜空港って1日3往復しか飛んでないんで、その中の3つのどこからか選ぶということになります。ただ時間帯によって多少値段が違ってくることはあります。それから白浜でのホテルですね、白浜は関東の方にはちょっと馴染みが薄いかもしれませんが、温泉もありますし、それから海水浴場、海水浴のシーズンじゃないんであんまり海水浴関係ないと思うんですが、綺麗なビーチがあります。それからアドベンチャーワールドの入場券って書いてありますけれども、パンダのいるアドベンチャーワールドというですね、サファリパークと遊園地と、いろんなものがくっついたような感じのところですね、イルカのショーがあったりとかもしますけれども、そうしたところ、それから今回協業ということで、白浜駅から新宮駅の特急黒潮の普通車指定席の往復切符、これらが組み合わさっています。あとここにも書いてありませんけど、ミールクーポンとかそうしたものも入っています。こういったもので値段は時期によっても違いますし、選ぶホテルによっても違ってくるんですけども、まちまちですが、ご興味のある方は、JAL のところに行けば、 JAL パックのところに行けばこれあるんで見ていただければと思うんですけども、今回は別にツアーの紹介ではなくて、これをやる意味のお話なので、ちょっとそこは割愛させていただきます。でこの協業の目的ですけれども、表向きは紀伊半島の振興と活性化を目的とし、白浜空港からの二次交通の課題を解決し、白浜以南の紀南エリアへの誘客が主目的といったものでございます。表向きの理由というか、もちろんこれが理由ではあるんですけれども、そこに何があるかという狙いについては、これからお話をしていきます。そしてこのパッケージに含まれている白浜駅から新宮駅の特急黒潮の普通車の指定席切符、これはですね、上りも下りも2本に限定されております。朝と夕方みたいな感じになっているので、一般的には朝白浜を出発して新宮から夕方に戻ってくる日帰りというのが基本だと思います。というのはこのパッケージに含まれているのは白浜でのホテルだけです。そこでですね、2泊するのか3泊するのかによって、予定は変わってくると思うんですけれども、アドベンチャーワールドが入っているということは当然1日はそこで費やされるので、最低でもですね、3泊しないと新宮に行く時間はないと思います。しかも新宮での宿泊、新宮の手前に紀伊勝浦という、これまた有名な温泉地がありますけれども、こうしたところでの宿泊というのはこのパッケージには含まれていません。ですから、新宮とか紀伊勝浦で宿泊しようと思うと、これまた、パッケージの外で自分で手配をしなきゃいけないということになってきます。実際に、
白浜で宿泊をして、その後に紀伊勝浦に行くとかというふうになってくると、そうなってくるとこのダイナミックパッケージではなくてですね、別に自分でツアー組んだ方が安くなってくるかもしれません。そういうことで、あくまでこのパッケージの中にあるのは基本的にはですよ、基本的には白浜から新宮に行って、新宮のあたり、新宮から、バスに乗って、紀伊勝浦からもしくはバスに乗るかして、それで例えばこう那智の滝のところに行くであるとかですね、熊野ので本宮大社に行くであるとか、そうしたことをしてまた夕方に帰ってくるという、これが基本パターンというふうになっています。ということで、ここからが今回のこの動画の本題なんですけれども、関係者それぞれに思惑があるということで、日本航空の観点、それから白浜空港和歌山県の観点、JR 西日本の観点、この3つの観点からちょっと見ていきたいと思います。まず今回のこの協業、日本航空の観点からいくと、まず単純に首都圏においてそこまで認知度が高くない、白浜っていうのはそんなに大きな市場じゃないんで、それの認知度を向上させてマーケットを拡大するということですね。それから白浜といったところですね、白浜空港があるんで、白浜自体が目的地ではあると思うんですが、白浜自体を目的地にしていると結局アドベンチャーワールドに行って温泉に入ってそれで帰るということになってしまうので、それだけだと滞在日数がどうしても限られてきます。そこからですね、紀伊半島全体をターゲットにすることによって、例えばここで、先ほどお話をしたように白浜から新宮までの JR 西日本の往復切符がついていると、それで行って帰ってきてっていうことで、それで最低1日は費やすわけですから、これまでアドベンチャーワールドだけが例えば目的だったら2泊で済むところが、ここに行くということになると3泊になるので、当然そこでの滞在期間が伸びると。でそうすると、パッケージツアーの値段も当然上がってくるということ、1泊増えるわけですから、そうしたところにおける、拡大ですね、マーケットの拡大、それから白浜っていうのはその温泉だけじゃないんだよと、いろんなところに行けるんだよということで、リゾート地としての確立、こうしたところが日本航空の観点。それから日本航空に就航しているのは現在日本航空のみです。ボーイング737による3億のみです。ですから当然ここでお客さんが増えてくれば、2019年度で搭乗率が7割ぐらいなんで、採算ベースには乗っていると思うんですけれども、これをもっともっとお客さんを増やすことによって、これが4往復5往復になっていけば、もちろんそれはそれでありがたいことですし、それはこれからお話をする白浜空港にとってもありがたいことなので、当然そうしたところでの、底上げですね、送客の底上げといったところが、日本航空から見た観点といったことになるかと思います。そして次は白浜空港から見た観点ですけれども、白浜空港というのは所有者は和歌山県です。で和歌山県がずっとやっていたんですが、なかなか伸び悩んでいるということで、これで民間の力を入れようということで、運営委託、こうしたところをですね、募集したところですね、いくつかあって、最終的にはですね、経営競争基盤という、東京にあるコンサルティング会社、ここを主体として、そこにですね、皆さんもご存知かと思いますが道のりホールディングス、そして、白浜館というのは、これは白浜でホテルやってる会社ですけれども、このですね、3つの企業による、コンソーシアム、共同事業体とでも言いましょうか、そうしたものが、南紀白浜エアポートという、会社として、設立されまして、ここが2019年からこの白浜空港の運営に当たっているわけです。実際に、いろいろとですね、ちょうどできた後にすぐコロナになってしまって結構大変だったんですが、ワーケーションを推進したりですとか、いろいろ IT の技術取り入れたりとか、いろんなことをしてですね、実際にこのコンソーシアム、南紀白浜エアポートという会社は2024年には PPP-PFI、官民連携ですね、これの、事業優良事例表彰というのがあって、そこで優秀賞を、受賞するぐらいですね、かなりこう積極的に動いているんですね。実際に、一度私もサブチャンネルでネタにさせていただいているんですけれども、空港の愛称として現在熊野白浜リゾート空港という、こうした愛称を利用しています。実際に白浜だけではなくて、熊野というですね、実際に熊野というのは現在特にインバウンドには非常によく知られている名前なので、それをつけるということと、それから白浜がとっても素敵なリゾートであるということ、そうしたところをですね、表すものとしてこうした愛称がつけられたというようなこともあって、とにかくいろんなことをやっているわけです。でそしてこの南紀白浜エアポートという会社は観光庁の地域連携 DMO に登録されています。DMO というのはデスティネーションマネジメントオーガナイゼーションとかというような言葉の略になっています。
まあ、要するに、まあ、その地域の、まあ、活性化とか振興とか、まあ、そうしたものをどんどんやっていきましょうというような、まあ、そうしたものですね、そうした団体です。ですからこの南紀白浜エアポートという会社は空港のことだけやってるんじゃなくて、紀南地方、まあ、紀伊半島の南側です、まあ、大体ざっくり言えば白浜から南側というふうになりますけども、まあ、この紀南地方広域の活性化を担っているというのもあります。で、和歌山といったところは紀北地域、まあ、いわゆる和歌山市を代表するのは紀北地域というのがあるんですけども、紀北地域は白浜空港のターゲットにはなり得ないんです。なぜかというと関西空港が近いからです。関西空港の方が飛行機はもっとたくさんも当然飛んでますし、距離的にも近いしアクセスもいいしということで、和歌山市あたりの人が白浜空港を使うということはほぼない。白浜空港を使うのは白浜あたりに住んでいる人が東京に行くときだけか、もしくは白浜に観光とかで来る人だけということになっているんです。そして空港のある白浜町というのは人口2万人ぐらいしかいませんから、そもそもその白浜から東京に行く人っていうのはそんなに数がいないんですね。で、一番人口の多い和歌山市のあたりの人はみんな関西空港に行っちゃうか、もしくは大阪まで出て新幹線乗って東京に行っちゃうかということになるんで、必然的に首都圏からのお客さんをたくさん呼んで白浜で楽しんでもらう、そうした観光に特化した空港にならざるを得ないといった部分があります。まあ、そうしたところが今回白浜空港が日本航空に、実際にこれ表には出てきていません、和歌山県がお金出しているかそういうことは一切分かりません。これはあくまで私が旅行会社にいた時の経験からお話をするんですが、こういうパッケージツアーが出るときっていうのは大体においてその地域から何らかの形で協賛が出ているっていうことがほとんどです。これは絶対にそうだって私がここで言ってるわけじゃなくて、そういうことが多いということです。というのはこれをやることによって誰が一番何をしたいか、誰が一番得をするかというか何に利益があるかということを考えていくと、白浜空港の活性化、紀南地域の活性化、和歌山県、そういったものを考えると、和歌山県が協力している何らかの形で、まあ、白浜空港、南紀白浜エアポートという会社を通してかもしれないし、和歌山県が直にかもしれないですけれども、日本航空か何かに働きをかけをしていても全然おかしくないというか、むしろそうである方が自然だということです。まあ、このあたりが白浜空港、和歌山県から見た観点ではないかと思います。そして最後に JR 西日本の観点です。JR 西日本にしてみると、紀勢本線の白浜駅から南側っていうのが正直なところお荷物になってます。輸送密度は非常に低いです。2023年度の輸送密度を見ると、和歌山から白浜紀勢本線6985、これが白浜から新宮に行くと935ということで、もう歴然と違うわけですね。7分の1ぐらいになっちゃうわけです。白浜という場所はですね、関西では結構よく知られています。まあ、南紀白浜アドベンチャーワールドっていうのは、まあ、結構関西では今定番の観光地と言われるようなところで、まあ、大阪からもですね、まあ、車でも行けるし電車でも行けるしということ で温泉もあるし、まあ、先ほども触れましたけど夏だったらこう海水浴場があるとかですね、まあ、結構いろんなものがあって、まあ、いわゆる関西から行きやすい、割と行きやすいリゾート地みたいなところなんです。ですから、まあ、関西圏を中心に集客はあるんです。ですから白浜までは紀勢本線も6985ということで、まあ、そんなに悪い数字じゃないです。特急黒潮の運行本数見てもこれも歴然としまして、白浜までは下りで14本上りで15本ありますけれども、そこから先新宮まで行く列車になるということになると上下6本ずつですから、白浜まで行く列車の半分以下です。このように明らかに白浜までと白浜から南側ということで流動に大きな差があります。関西人でも白浜までは行くけれども、そこから先行く人というのは随分と少なくなるんです。そして最大の市場である首都圏を考えた場合、新宮とか紀伊勝浦に行くんだったら、名古屋から特急南紀に乗った方が近いです。わざわざ新大阪まで来てですね、そこから特急黒潮に乗るよりも、名古屋から特急南紀に乗った方が早いわけですから、JR 西日本としましては新宮とか紀伊勝浦とかいうこういう紀伊半島の南側のところ、紀南地方ですね、ここを売るのに首都圏に対してこれを売ろうとしても非常に売りづらいんです。ところがですね、首都圏から白浜空港に飛行機で飛んできてもらったら、そこから行くということになれば全然そっちの方が首都圏から考えた場合にアクセス性が高いですし、当然その名古屋を経由して特急南紀に乗るといった選択肢はそこには当然ないわけです。ですから白浜空港から行ってもらうというのは非常に JR 西日本にとっても都合がいいですし、なおかつ白浜から南側が売れてないわけですから、
白浜から新宮のチケットだけを売ってくれるというのは JR 西日本にとっては非常に好都合です。これもはっきりとしたことは分かりません。これもあくまで私の経験からお話をするということになりますけれども、こういう売れてないところをですね、積極的にプロモーションしてどっかに売ってもらう、まあ、この場合は JAL パックに JR 西には売ってもらうということになるわけなんで、通常の料金よりも結構安く卸値として出している可能性もあります。あくまでこれ可能性の問題なんで絶対そうだって言ってるわけじゃないですよ。あくまで可能性の問題です。JR 西日本の立場に立ってみれば、この辺り売れてないわけで、結構空席も多いわけなんで、まあ、これはホテルの部屋とか飛行機の座席とかもそうだと思うんですけれど、まあ、ギリギリになって安く出てくることってあるわけじゃないですか。でこれって空席のまま飛ばしたって一銭にもならないわけで、そこで例えばの話ですけど10円でも払ってもらえればゼロよりはマシなわけです。まあ、もちろん10円では売れないですけどね、一席増えることによるコストっていうのも当然あるわけですから、さすがに1万円の座席とか1万円の部屋を10円で売るってことはないですけれど、1万円のものが7000円とか6000円ぐらい出てくることっていうのはあるわけですよね。でそれも要するに空席にするよりは安く出して売った方がそっちのがマシっていうことで、それで出てくるわけで、まあ、こうしたものをダイナミックプライシングとか言いますけれども、まあ、鉄道ではそうした概念がちょっとずつ取り入れられているところですけど、まあ、なかなかそこまで行ってないですね。まあ、ちょっと話はそれるんですが、まあ、とにかく安く出しても席が埋まっている方がマシなんで、ですからここは JR 西日本がもしかするとこの JAL というか JAL パックが売ってる会社なんで、 JAL パックに対して安くチケットを出している可能性があります。まあ、そうしたことも、まあ、JR 西日本の観点から見ると十分に考えられるわけです。まあ、とにかくこの、紀南地方ですね、みんながみんな売りたいわけです。和歌山県も売りたい、和歌山県というか南紀白浜エアポートっていうのは、まあ、そこの DMO をやってるわけですから、そこを積極的に売っていきたい。まあ、JAL としても白浜だけじゃなくてそこを起点にいろんなところを動いてもらえれば、まあ、そこに滞在してもらえる時間が長くなるし、そこが人気が出ればそこに行くお客さんの数も増える。まあ、JAL パックというこれは JAL の子会社になりますけれども、まあ、そこのツアーが平均2泊3泊だったところは3泊4泊になってくれば当然単価も上がってくる。 JR 西日本とすればそこが売れてないわけですから、そこを売ってもらえるということで、みんながここで、まあ、紀南地方を売るということで、まあ、ウィンウィンウィンの関係になれる。これが、まあ、今回のこの協業の目的ではないかというふうに考えるわけでございます。ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。